河野太郎です。自由民主党の総裁選挙に出馬いたします。岸田内閣、内政外交に大きな足跡を残した1000日でした。その後を受けてこの日本を引っ張るリーダーに皆さんのご支援をいただいて、この国を前に進めてまいりたいと思っております。日本国内1億2000万人の国民の皆様が今一人一人自分の有事と向き合い戦おうとしています。デフレが長く続き賃金が伸びない中、日本社会が分断され、孤立孤独の問題が社会の中で大きくなってきました。この問題を解決をし、お一人お一人の生活の中の将来不安を取り除く、これをしっかりやっていかなければなりません。そのために今までとやり方を変えなきゃいけない。改革というのは簡単です。しかし大事なのは、この傷だらけになりながらも改革をとことん進めていく、そういう強い意志があるのか、そしてやるべき改革をやった実績があるのか、そこが問われるんだと思います。私はこれまで、例えば押印の廃止、コロナワクチン、ライドシェア、あるいはマイナンバーカード、霞が関で言えば残業代の支給、いろんなことを批判はありましたがやってまいりました。ハンコ業界をどうするんだ、あるいはワクチンが足らないぞ、マイナンバーカードの使い方がよくわからない、ライドシェア、タクシー業界をどうするつもりだ、いろんなご批判はいただきましたが、それなりに物事を前に進めやってまいりました。いずれ振り返ってみると、あそこであの改革をやってよかった、あるいはもうその時には当たり前のことだったよね、そういうことになっているかもしれません。そうやってただ口で改革というのではなく、改革を積み上げてきた実績というのがこれから問われていく、そういう総裁選挙なんだろうと思います。日本のために、日本の将来のために、今やらなければいけない改革をしっかりと進め、本来日本の強みであったこの分厚い日本の中間層をもう一度作っていく、それをやらなければならないと思います。財政も有事です。コロナ禍が終わりました。そろそろ財政規律をしっかりと取り戻さなければなりません。緩やかに時間をかけてでも金利が上がっていく中で、財政収支をどうするのか、そういう議論を始めなければならない、そういう時期に来ています。一つ一つの予算事業を徹底的に見て、効果が上がっていないものはバッサリ切る、そういうことをやっていかなければなりません。経済と財政どっちを取るんだという議論がありますが、私はそれはおかしいと思ってます。経済は経済でしっかり発展させなければいけませんが、財政も財政として強い財政を作っていかなければなりません。財政の犠牲の上に経済を作る、そんな経済の成長は持続可能なもののはずがありません。政治に対する信頼の回復、これも急務であります。今回の不記載問題、ルールがあるにもかかわらずそのルールを守ることができなかった、真相究明もすることができず、書類を訂正することで捜査当局的には終わったのかもしれません。しかし国民の皆様の目から見て、それでけじめがついたと言えるのでしょうか。私はけじめをつけて
前へ進もうということを常々申し上げてまいりました。この不記載になってしまった金額を返還することでけじめとして前へ進んでいきたいというふうに思っております。今パートアルバイト1500万人ぐらいいらっしゃるんだと思います。派遣社員の方400万人いらっしゃるんだと思います。多くの方が最低賃金に近い低い賃金で働いている、あるいは派遣社員の方、なかなか業務を高度化できず決まった固定された業務のまま仕事を続けている、この現状を変えて躍動感ある労働市場を我が国に作っていかなければいけない、労働集約型の低賃金の職場を温存するのではなく、それをぶち壊して躍動感のある労働市場を作らなければいけない。春闘のベアで給料が上がりましたというだけでなく、一人一人の人が今以上に付加価値の高い仕事に移ることができる、そんな労働市場を作らなければいけない。企業が人を柔軟に採用することができる労働市場にしなければいけない。今アメリカは従業員1人1年間に50万円近いデジタル投資をしていると言われていますが、日本では従業員1人1年間10万円にもそれがなりません。その差を埋めていかなければなりません。そして一人一人のスキルに対する投資をしっかりとやっていかなければならないと思います。そのためにどうするか、社会的な規制の観点から投資を作り出さなければならない。地域に例えば自動運転を導入できるようにしていく、あるいは GX の観点からスマートグリッド、あるいは GX の投資を増やしていく、廃棄物処理リサイクルといった方面での高度化を進めていくための投資をしていく、そしてその成功したものを海外に持っていくということをやらなければならないんだろうと思います。あるいは医療や福祉、ガスや電気といった縦割りになっている業界の壁を取り除いていく、あるいは自動車のように物を作って売るだけでなく、そこに自動運転のような新たな技術サービスを入れる、そうしたことができるような後押しをしなければなりません。そして日本のスタートアップや日本の質のいい農産物を海外へしっかりと持っていけるようなサポートをしなければならない。あるいは映画やドラマ、J-POP といった文化コンテンツも海外へ持っていけるかもしれません。日本は計画経済ではありませんし、社会主義経済でもありません。民間主導で経済をいかに発展させることができるか、そして民間主導で経済を発展させるための妨げになっているような規制は大胆に改革をしていかなければならないと思っております。多くの国民の皆様にぜひ河野太郎の思いをご理解をいただき、河野太郎の経験を信用していただいて、河野太郎にご支援を賜りますようお願いを申し上げたいと思います。以上です。ありがとうございました。